One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Nine, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four. こんばんは。夜の9時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 FM78.6MHz ラジオノスタルジアグッディオールディーズの時間です。この番組では1950年代60年代を中心としたオールディーズのヒットナンバーをお届けいたします。なおこの番組のリクエストは電話番号が札幌 011-209-5098、電話番号札幌011-209-5098番、こちら留守番電話で受付となっております。そしてファックス番号が209-5099、ファックス番号209-5099番でお待ちしています。それからお手紙おはがきの宛先は郵便番号 060-0005 札幌市中央区北五条西2丁目 JR タワー9階ラジオノスタルジアグッディオールディーズ宛てまでお願いします。リクエストにまつわる当時の思い出話や番組に対するご意見など何でも結構です。ラジオノスタルジアグッディオールディーズ、私板垣雅史がお送りします。これからの約3時間どうぞ最後までお付き合いください。この番組はレコードレコードの提供でお送りします。こんばんは。今ちょっとね、業務連絡のファックスが来ましてね、ロバちゃんに今急いで手渡した ところなんですけどもね、今日は3月の27日、とうとう3月最後のグッディオールディーズ、放送となりますけどもね、もうね、もう年度末で皆さん特にお忙しい時期かと思います。大変もうドローも混んでおりますね。売掛金の回収、その他、私の方はと言いますとね、この年度末決算をね、いろいろやっておりましてね、どうもその勘定が合わないとかね、そういえば使うはずの予算がちゃんと消化されていないですとか、当初予定していた予算を大幅にオーバーしていた科目とか、その辺のちょっとこう入れ替えとかね、小細工みたいなことをやってもどうもうまくいかなということで、おかげさまで、財政の方はですね、なんとか去年並みを維持できたというところなんですけれどもね、これはまた4月の半ばぐらいでやっと落ち着くのかな。それからまた監査があって総会があってというね、ちょっとビクビク、する時期が続くんですけどもね、かなり気温の方も上がりまして、道路も乾いておりますけどもね、気の早い方はもう、タイヤ交換されている方も、いらっしゃるようですけども、市内走る分にはね、大丈夫かもしれませんが、ちょっと遠出されたりとかねするときにはまだ早いかな、4月の半ばぐらいまで待った方がいいんじゃないかなと思います。ほとんどまだねスタートレスタイヤで走っておりますけどもね、ということで、番組始めましょうか。で今日のですね、駆け付け3曲なんですけども、通常は時節柄どうこうということで、先週は卒業式にまつわる曲をですね、3曲ほどお届けしたんですけれども、今日はですね、今回新譜が入りまして、なんていうね、これエリックレコードというね、これイギリスのレーベルなんですけれどもね、Teen Time The Young Years of Rock and Roll ということで、今ボリューム1と2っていうのはね、3月16日に発売されまして、私予約してましてね、ちょうど昨日おとといですか、入ってきまして、その中からですね、
なんかね、まだ CD 化されていなかったという音源が結構入ってまして、その中から3曲お届けしたいと思います。まあ、ひょっとしたら、まあ、この番組でおかけするのが、まあ、この日本国内初めて、かもしれません。まあ、そういった受け狙いというわけでもないんですけども、結構いろんな曲がずらっと揃っておりましてね、なかなか聴きどころのある、CD の、まあ、シリーズ化ということになろうかと思います。1曲目こちら女性シンガーで、ね、キャシー・キャロルという、ね、方がおります。どうしよう、日本で、まあ、どうかな、どのぐらいこれ知名度がある方なのか、まあ、ガールモノがね、お好きな方は、まあ、多分ね、ご存知かと思いますけど、この方が62年に、リリースいたしました「プア・リトル・パペット」、とてもチャーミングな曲ですね。ちなみにこちらは全米チャート最高位が91位というね、まあ、マイナーヒットといいますか、まあ、スマッシュヒットといいますかね。続きまして今度は男性歌手でエド・タウンゼント、こちらリズム&ブルース系の方でね、作曲もこなす方なんですけどもね、昨年亡くなってますね。93年に73歳か4歳ぐらいでね亡くなっておりますけども、この方は60年にリリースいたしました Stay With Me、 なかなか聞きどころのある曲だと思います。それからシェファード・シスター、これもまあガールグループっていう範疇に入るのかな、結構まあ、50年代半ばぐらいからのね、まあ、マクガイアシスターズとか、まあ、辺のと同じぐらいのね、方かと思いますけれどもね、その、グループが63年にリリースいたしました Don't Mention My Name、この3曲ですね、電話鳴っております。それでは、キャシー・キャロルで Poor Little Puppet、 エド・タウンゼントで Stay With Me、 そして、シェファード・シスターズで Don'tMention My Name、 3曲続けてお届けいたします。Baby, one more time.
time. So baby, won't you stay? Stay with me. Oh, at the ground before you go. Before you go inside. Stay. Stay with me. Yeah, before you go. Before you go inside. The moon is shining, yeah, so brightly up above. This is a night for love. So baby, won't you stay? Stay with me a little while. Ah, before you go. Before you go inside. Stay, stay before you go. Before you go inside. Stay with me just a little while longer. Before you go inside. Stay with me just a little while longer. Before you go inside. I know that you're gonna be very long, then I won't have to worry, no, about taking you home. Then baby, you can stay. Stay with me. Oh, a little while long. Before you go. Before you go inside. Stay. Stay with me. Yeah, before you go. Before you go inside. Stay, stay, stay. Stay with me. Oh, just a little while longer.今日の駆けつけ3曲ですね、今月16日にですねリリースって言いますか新譜で出ましたエリックというですねレコードレーベルティーンタイム
ザ・ヤング・イヤーズ・オブ・ロックンロールからですね、3曲お届けいたしました。キャシー・キャロルでプア・リトル・パペット、エド・タウンゼント、ステイ・ウィズ・ミー、そしてシェファード・シスターズでドント・メンジョン・マイ・ネーム、いかがだったでしょうか。リクエストメッセージをお待ちしております。電話番号が 209-5098 209-5098 番、留守番電話で受付となります。曲がかかっている間にスタジオの方に行きましてね、留守番電話を再生してメモ書きして音源を持ってくるというね、ことになっております。それからファックス番号はですね、 209-5099 209-5099 番、目の前にファックスの受信機がございます。こちら随時受付、それからメールの受付も賜ります。ノスタルですね、すべて小文字でノスタル、 nostal@atlas アトラスは atlas.プララ plala.or.jp、それからインターネットのですね、ラジオノスタルジアのリクエストボードからもですね、リクエストメッセージ受付可能となっておりますので、そちらの方もよろしければ、ご利用いただきたいと思います。早速ですね、今日も結構メールとファックスをいただいております。あとお手紙もいただいておりますね。今日のですね4時47分、午後4時47分にですね、メールをいただきました。こちらは元気ソースさんからいただいております。板垣さんこんばんは、元気ソースデラックスです。今日はお休みでずっと家にいました。今家の中に、ものすごい日が入っています。西日が入っているね。本当に日が長くなりましたよね。6時、まあ5時半過ぎでもね、まだライトつけないで走ってる車もいるぐらいですからね。まあ本当に日足が長くなるっていうのはもう、これからまたね、春に向かっていくのかな、非常にこうウキウキする、まあ、気分になりますけども。さて、先週ラジバーの中継楽しそうでしたね。私は4月から、夕方勤務になったので、ますます行きづらくなりました。まあ日曜日行けないことないんですけどね、ということで、それからなんか2つ続けてね、メールをいただいておりまして、おマウスが滑り悪いぞ、はい。さて、自分の中のオールディーズって何だろうと考えたときに、ふと頭に浮かんだ曲をお勇気を出してリクエストしようと思います。チープトリックのサレンダーです。小学3年生の時にラジオでこの曲を聴いてかっこいいなと思い、それ以来好きなバンドであり大事な曲でもあります。ということは元気ソースさんは私よりもかなり年下になるんでしょうかね。まだ、そう、確かね、サレンダーしたら77、8年ぐらいの曲だったと思いますのでね。なるほどね、まだ30代半ば行ってないか、そのぐらいなのかな。で、チープトリックも、そうですね、ボイスとかね、私好きな曲ございますけどもね、ちょっと音源が見つかりませんで、いや、どうしようかなと思ってましたら、また再びメールをいただきましてね、なんかこう、読みが早いかな。もしリクエストした曲がなかったり却下された場合のことを考えて第二希望もと、誰がオリジナルなのか全くわからないのですが、Hey the Lonely Girl をお願いします。こちらの方はございました。これは70年にですね、エディ・ホールマンという、こちらもソウル系の歌手で、そして、ソングライター、作詞もですね、作曲もやる方なんですけどね、70年に歌ってですね、こちら全米第2位という大ヒットを記録した曲なんですが、オリジナルはですね、63年にルビーとロマンティクスという、こちら女性を含むグループ、女性がリードボーカルを担当しているグループでね、ヘイズやロンリーボーイというね曲が出されてまして、日本では涙のロンリーボーイというねタイトルで発売されておりまして、これはね2週間ほど前にガールものの特集やった時にねおかけしたんですけどもね、一応それがオリジナルと言っていいんじゃないでしょうか。それではお届けいたしましょう。こちらは元気ソースデラックスさんのリクエストです。エディ・ホールマンで Hey There Lonely Girl。
each time you pass my way. Oh, how I long to take your hand and say, don't cry, I'll kiss your tears away. Hey, 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 lonely girl, my you're in my arms, you'll see. No one can kiss your lips the way I will, the way I will. Hey there, lonely girl, lonely girl, let me エディ・ホールマンで Hey there, Lonely Girl、お届けいたしました。元気ソースデラックスさん、どうもリクエストありがとうございました。チープトリックのサレンダーを聞いたのが小学校3年生の時と、ね、ことなんで、割とね、若いリスナーの方なんですね。他にも私より若いと言いますとね、最近ちょっとお仕事忙しいのか、リクエストをいただいてませんが、中国ののっちゃんさんと、ね、いう方、まだ30そこそこでね、今子育ての真っ最中らしいんですけどね、お元気なんでしょうかね、はい。続きまして今度は、ファクトをいただいております。北京原人さん、いつもどうもありがとうございます。板垣さん、こんばんは、こんばんは、今日のリクエスト曲は、これごめんなさい、ちょっと順番間違えましたね。アヒルのジョナサンですね。今日のリクエストは、アニマルズの Don't Bring Me Down をお願いしますと、よろしくお願いしますと、ね、これ Don't Bring なんとかって聞きますとね、別な曲がありましてね、あ、違うか、悲しき Bring It Home On Me ですとかね、 Don't Let Me Be Misunderstood と、悲しき願いとか、ちょっとその辺をね、勘違いしそうなんですけどね、恋の炎というタイトル、放題がついております。66年にこちら全米、第12位、66年ですから、まあ、そろそろエリック・バートンとアニマルズになりかかる頃なんでしょうかね。それではお届けいたしましょう。アニマルズで恋の炎、どうぞ。I'll feel
me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to, but as well as take. One thing I need is your respect. One thing I can't take is your neglect. More than anything I need your love. Them troubles are easy to rise above. アニマルズで恋の炎 Don't Bring Me Down お届けいたしました。こちらラジオネームはですね、アヒルのジョナサンからのファックスでのリクエスト、どうもありがとうございました。続きまして今度はですね、先ほどちょっと間違えて紹介してしまいました北京原人さんでですね、なんか続けてあのファックスいただきましたので、ちょっと順番を入れ違えてしまいましたが、今日のリクエストはボビービーの Take Good Care of My Baby をお願いします。あの、キャロル・キングとですね、ゲリー・ゴフィンのね、名コンビの作詞作曲によります。あの、さよならベイビー、ま。キャロル・キング自身もね、これ歌っておりますけどもね、こちらはボビービーの録音でですね、61年に見事、全編ナンバーワンヒット記録いたしましてね、今日本でもかなりあのおなじみの曲かと思います。それではお届けいたしましょう。ボビー・ビーでさよならベイビー。 My tears are falling 'cause you've taken her away, and though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my babyPlease don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry.Just let your love surround her, paint a rainbow all around her, don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine.
if I'd been true. I know she'd never be with you, so take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Well, take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Ah, take good care of my baby. Well, take good care of my baby. はい、ボビー B でさよならベイビーお届けいたしました。ラジオネーム、こちらは北京原人さん、どうもリクエストありがとうございました。まあ、キャロルキングと言いますとね、まあ、歌手最初はまあ、シンガーとして、スタートしたんですけどもね、まあ、パートしなくて、それ以降、まあ、持ち前のこのね、作詞作曲の能力をいたしましてね、生かしましてね、もうたくさんの、まあ、ティーンポップって言いますかね、ヒットナンバーまあご主人のね、ゲリー・ゴフィンとのコンビによるもう名曲たくさんございまして、まあ、いろいろボックスものですとかね、そういったソング集、ヒットもの集めたものいろいろまあ出ておりますけれどもね、その中からですね、ちょっと今日一曲聞いていただきましょうか。ハニービーズというガールグループなんですけれどもね、これはまあ、キャロル・キングのマスターピースですとか、そういったビルディング時代のものを集めたものを、まあ何年か前出てますけど、ちょっとねこの中にも入っておりませんでした。ハニービーズ自体はそういった中にね、その、ま、彼女が手掛けた作品集の中にはね、何曲数曲入ってる程度で、ちょっと実態がつかめないバンドなんですけれどもね、その中全くガールモノのですね、オムニバスの中にポッと入ってた曲が入りまして、64年にリリースされましたワンガールワンボーイという曲でね、曲の出だしがサファリズの面影を求めてっていう曲がありますけど、それにそっくりでね、あとこの、まあ、女性、まあ、グループのですね、非常に分厚い、重厚なコーラス、ハーモニーがね、とてもこう、聞いてて心地よいっていうね、スローテンポの曲なんですけどもね、聞いていただきたいと思います。ザ・ハニービーズで、ワン・ガール・ワン・ボーイ。
はい、ハニービーズでワンガールワンボーイお届けいたしました。いかがだったでしょうか。それではですね、ちょっとこうガシャガシャやりながらやってますけども、ミスターMさんからファックスいただいております。板垣さんこんばんは。今日のリクエストはジム・リーブスのフォーウォールズをよろしくお願いします。カントリーシンガーのジム・リーブス、ね、あの冬の寒い時期でしたけどもね、吹雪の歌なんてね書かれましたけれども、この方はカントリー系の、ね、方でして、飛行機事故でね確か40歳ぐらいですか、まだねあの若くして亡くなられたんですね。この方ねちょうどね40年前にね飛行機事故で、39歳40歳ですか、お亡くなりになった方なんですけどね、他にはあの浮気はやめないよ、とかってね、これもお聞きしたことございますがね、こちら57年に、こちらねあのポップチャートで、11位と今大ヒットをしております。カントリーファンの方にはもう言わずものかなという方だと思いますが、それではこちらミスターエミさんのリクエストで、ジム・リーブスよ、こちら4つの壁ですね、どうぞ。Out where the bright lights are glowing, you're drawn like a moth to a flame. You laugh while the wine's overflowing, while I sit and whisper your name. Four walls to hear me, four walls to see, four walls to hear me closing in on me. Sometimes I ask why I'm waiting, but my walls have nothing to say. I'm made for love, not for hating. So here, where you left me, I'll stay. One night with you is like heaven, and so while I'm walking the floor, I listen for steps in the hallway and wait for your knock on my door. Four walls to hear me, four walls to see, four walls to hear me closing in on me. ジム・リーブスで4つの壁フォーウォールズお届けいたしました。こちらミスター M さんファックスでのリクエストどうもありがとうございました。今日もですねまた先週からスタートしましたこのラジノス、ラジバーノスタルジアとのですね実況生中継、また、もうそろそろかな、向こうでモニターしているようですけどもね、番組中何度か、あちらのですね、模様をお伝えしてまたリクエストにもお届けすると、そういうコーナーまた、今日もやりますんでね、一つまたお楽しみにしてください。ファクスをいただきました中国のアランドロンさん、どうもありがとうございます。グッディーオールディーズ板垣様、こんばんは。板垣さんの声を聞いているうちにまたリクエストをしたくなってファクスしますと、今日は次の曲ですがありますでしょうか、心のときめき、
シャドウズとかであのクエスチョンマークついてます。それからアイゴツーピーセス楽団歌手お任せ、ピーターとゴードンと確かあれはオリジナルがデルシャノンでしたね。それからね、ともしびという曲も書いてあるんですけど、これはあれでしょうか、あのサウンズのやつでしょうかね、サウンズ。そしてね、私持ってる中ではモダンプレイボーイズの演奏なんかもございます。ありましたらよろしくお願いいたします。今年になってから早、1年の4分の1を過ぎようとしています。決算と予算、お仕事頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。あのそれからですね、あのアランドノさんから、非常にあの嬉しいプレゼントをいただいております。あのお手紙いただいてましてね、あのこれね、和紙にですね、あの筆書きでですね、ご丁寧にあのお手紙いただきました。前略期番組のますますのご盛況を お喜び申し上げます。毎週のリクエストお手数をおかけしております。熱くお礼申し上げます。本日はご苦労様の気持ちを細やかな粗品で表したく、失礼なこととは、重々存じておりますがお送りいたします。ご承諾くだされますよう、お願いいたします。お好きな飲み物と、お手数をおかけしますが、交換していただき、疲れを癒して、くだされば当方幸いに思います。突然のご無礼お許しください、お許しください。またリクエストよろしくお願いいたします。中国のアランドロンさん、どうもありがとうございました。これね、まあ、これビール券をいただきましてね、で、あのただこれ、あの私の場合は、また、まあ、皆さんそうですけどね、まあ、ラジノスあってのですね、このグッディオールディーズということなんで、全部はねいただくわけにもいけませんので、ただ一応私宛にいただいた、まあ、お手紙なもんですが、半分いただきました。半分で、残りの半分はですね、一応ラジオのスタジアの方に、まあ、スタッフの方とにってことでね、十分あの枚数ございまして、お届けいたしまして、先ほどあのロバちゃんにお渡ししましたんでね、もしそれが届いてなければロバちゃんが懐に入れたということになりますんで、まあ、これ、放送を通じてですね、ここに証言いたしますんで、はい、どうもありがとうございました。それではですね、あの心のときめきをお届けいたしましょうか。こちらがですね、間違いやすいかもしれませんね、まあ、シャドウズっていうふうにあのお書きになってまして、ウィリーと彼のジャイアンツですね。それではお届けいたしましょう、ウィリーと彼のジャイアンツで心のときめき。